逃げ切った犯人たち。和田信也、1978年8月、東京都足立区の小学校の女性教師当時29歳が行方不明になった。警察は事件として捜査をしたものの女性を発見できず、行方不明から10年後には北朝鮮工作員に似ていると指摘を受け、北朝鮮に拉致された可能性もあるとして特定失踪者リストに名前が掲載されたが、依然として行方は分からなかった。行方不明から26年後、当時同じ小学校で警備員として勤務していた和田信也当時68歳が警察に出頭し、校内で肩がぶつかったことで口論となり首を絞めて殺害したと女性の殺害を自供した。警察が和田の自宅を捜査したところ、自宅の床下約 1.1 メートルの場所から一部白骨化した遺体が発見された。さらに自首した理由については、自宅が区画整理の対象になっており立ち退き期限が迫っていた、このままだと立ち退いた後に死体が見つかるだろうから自首しておこうと思ったと述べた。当時は殺人罪での時効は最長25年と定められており、この時すでに時効が成立していたため和田は刑事罰を受けることはなかった。2005年、被害者遺族は和田に対して民事裁判を起こし1億8000万円の損害賠償を求めた。民法でも20年で損害賠償請求権が消滅すると定められていたが、最終的に和田の殺人遺体隠匿が認められた上で、一定の条件下においては除斥期間の効果は排除されるとして和田に対して4255万円の支払いを命じた。この判決に対して和田は、謝る気は全くありませんからとマスコミに述べている。現在和田は千葉県の老人介護施設で過ごしている可能性が高いとされている。ヨウ・ギョンシュン、2013年6月、千葉県の路上で女性の遺体が発見された。遺体には首を絞められた跡があり、激しく暴行された形跡もあったことから、警察は殺人事件と断定して捜査を開始した。しかし、現場は見通しが悪く、人通りの少ない歩道で夜の犯行だったことから、目撃情報は8ヶ月で50件程度しか得られなかった。そのため警察は懸賞金300万円をかけ、情報提供を呼びかけたが、その後も手がかりとなる情報は寄せられず捜査は難航した。そして事件発生から約3年後、防犯カメラの映像などから窃盗で府中刑務所に服役していたヨウ・シュンギュン当時50歳が容疑者として浮上し、被害女性に付着していた微量の DNA 型とヨウ・シュンギュンの DNA 型が一致したため、警察は逮捕に踏み切った。しかし逮捕から20日後、ヨウ・シュンギュンは日本の在留資格を持っていなかったことから、身柄は入国管理局に移され、そのまま中国へ強制送還された。そしてその3ヶ月後には、嫌疑不十分として不起訴処分となり、県警は捜査を継続するという方針を示しているが、決定的な証拠が出てきたとしても、日本と中国には犯罪人引き渡し条約が締結されていないことから、逮捕するのは難しいとされている。森本義弘、1994年8月、神戸の福徳銀行で現金輸送車からジェラルミンケースを下ろそうとしていたところ、拳銃を持った2人組によってケースが奪われ、現金5億4000万円が強奪された。この事件は金融機関における強盗事件として最高金額であることから史上最大の銀行強盗事件と言われている。警察は13万人の捜査員を投入したが捜査は難航し、事件発生から約5年後、盗まれたお金の基番号と一致する札が換金されたという情報が入った。さらにパチンコ店員だったキム・イクチョルという男が知人に犯行を打ち明けたことなどから、警察は監禁所に現れた森本義弘を指名手配し、キム・イクチョルに対して事情聴取を行った。しかしキム・イクチョルは警察から事情聴取を受けた直後に自ら首を吊り命を絶ち、森本は整形手術や10種類の偽名を使い分け、国内外問わず逃亡を続けた。そして森本の足取りや決定的証拠がつかめず、事件発生から約8年後の2002年4月1日、時効が成立した。時効成立から約5年後の2007年2月、森本は愛知信用金庫で再び同様の手口で犯行に及んだが、行為に取り押さえられ、駆けつけた警察に現行犯逮捕された。警察署に移送中に森本は、昔神戸ででかい事件を起こした。時効になっている。などと発言をし、逮捕時の所持金はわずか数千円しかなく、奪った5億円はアパートの屋根裏に隠していたが、阪神淡路大震災で
で全て燃えてしまったなどと供述をした。そして森本には懲役8年が言い渡され、すでに時効が成立していた5億円強盗事件に関しては一切触れられることはなかった。門脇康則、1994年5月、沖縄県座間味島の海岸で女性の遺体が発見された。遺体は砂に埋められ、顔と手足が出た状態で、男性ものの下着を履かされていた。また、現場には睡眠薬やお酒が放置され、被害女性の遺留品が円形に置かれていたほか、島の至るところに穴の開いた紙幣や着物の帯を短く切ったものなどが発見され、その意図は現在も分かっていない。門脇と被害女性は会社の上司と部下であり不倫関係にあった。2人は事件が起こる約1ヶ月前から会社を無断欠勤して日本一周旅行をしており、その道中で座間味島を訪れていた。そして警察はすぐに門脇を容疑者として捜査を行ったが、消息はつかめず、座間味島から出た痕跡すら見当たらなかったことから、無理心中も視野に入れながら捜査をし、最終的に指名手配をした。そして警察が捜査を進める中で、東京で元同僚から目撃情報があったこと、秋田の実家の墓に花が添えられていたこと、門脇本人から会社に直接電話があったことなどから、無理心中ではなく何らかの方法で座間味島を脱出していたことが判明し、生存していることが判明した。しかし門脇の足取りはつかめず、事件発生から15年後の2009年5月20日時効が成立した。門脇は左目が悪く白斑化していたが、指名手配されていたことから病院にも行けなかったため、現在も生きていれば左目は失明しているとされている。永田良司、1990年12月、札幌信用金庫職員の女性が帰宅途中に行方不明になり、その3日後に自宅から約200メートル離れた場所で雪に埋もれた視察隊で発見された。その後の捜査で、現場付近に落ちていた被害女性のバッグの中にあった預金通帳から、近所に住む永田良司当時22歳の指紋が検出された。さらに警察が永田の自宅を捜査すると、大変なことをしてしまった。捕まらないために逃げるというメモが発見されたことが決め手となり、全国に指名手配された。行方不明になった翌日、被害女性の母親は隣の空き地で娘の帽子や新設に残ったバッグの跡を発見するが、永田の足取りはつかめなかった。遺族は情報提供を呼びかけ、200万円の懸賞金をかけたが、永田の行方は分からず、2005年12月19日時効が成立した。遺族は永田に対し、娘を殺した罰を与えたいと損害賠償を求める民事訴訟を起こした。これに対して札幌地裁は、殺害行為に関与したことは明らかとして、永田の所在不明のまま約7500万円の支払いを命じるという異例の判決を言い渡したが、永田の消息がつかめないため財産の差し押さえもできず、賠償金が支払われる見込みはなかった。判決から10年後、損害賠償の確定判決の権利が時効を迎えるため、遺族は再び提訴し、札幌地裁は請求権が引き続き有効であることを認めた。現在も生死含め永田の行方は分かっていない。工藤和子、1984年1月、札幌市の資産家の息子である秀則くん当時9歳が、渡辺さんのところへ行くと言い残し、行方が分からなくなった。警察の捜査の結果、当時多額の借金を抱えていた工藤和子当時29歳の住むアパートの階段を少年が登っていったという目撃情報が得られたため、重要参考人として事情聴取を行った。しかし工藤は自宅前で少年から渡辺さん宅はどこかと尋ねられただけなどと述べるだけで、有力な証拠を得ることはできなかった。行方不明から約3年後、工藤の自宅が火事になり、夫の遺体とポリ袋に入った子供の骨が発見された。警察は保険金殺人の疑いで再び工藤に事情聴取を行ったが、放火の証拠も見つからず、当時の技術では子供の骨の身元を特定できなかったため、立件は断念せざるを得なかった。そして秀則くんの行方不明から14年後、最新の DNA 鑑定の結果、子供の骨は秀則くんであることが判明し、工藤は時効2ヶ月前に逮捕されることとなった。しかし時間経過により秀則くんの死因が特定できなかったほか、この時すでに傷害致死や過失致死、
死体損壊などは時効が成立しており、殺人罪のみでの起訴となった。裁判で工藤は黙秘を貫き、検察は事件当日の夜に工藤が大きな段ボールを抱えて出て行ったという目撃証言や、その段ボールを燃やし異様な匂いが立ち込めていたという近隣住民の証言などを証拠とし、無期懲役を求刑した。しかし最終的に疑いは強いが殺意を持って死亡させたと認定するには合理的な疑いが残る。つまり工藤が殺害したのは間違いないが、検察の証拠では殺意を持って殺害したとは言えないとして無罪が言い渡された。釈放された工藤は身柄拘束された928日の刑事保証と裁判費用を請求し、1178万円が支払われた。埋めない常雄。当時赤軍派は11月闘争という総理官邸を襲撃し、人質にとって捕まっている獄中の同志を奪還する作戦を企てていた。その武装訓練を大菩薩峠で行っていたところに警察が突入し、その場にいた53人のメンバーが逮捕され、刃物や爆弾など複数の凶器が押収された。そして逮捕されたメンバーの供述により、梅内恒雄が爆弾製造を担当していたことが判明し、全国に指名手配された。梅内は逃亡中の1972年、映画批評に共産党主義者同盟赤軍派より日程打倒を志す全ての人々へという表題の手記を寄稿。大菩薩峠事件で幹部4人を含む多くのメンバーが逮捕されたため、弱体化した赤軍派の方針に対し批判する内容であり、それが最後の消息となった。そしてその後も梅内の足取りはつかめず、1978年1月10日に公訴時効が成立した。公訴時効成立後も梅内は姿や声明文などを出しておらず、未だ行方は分かっていない。また梅内は時効まで逃げ切ったことで審査翼の歴史に伝説の男として名を残している一方で、梅内の製造した梅内爆弾は高い破壊力があったが、重量が3キロあり安全圏まで投げられないことから実用性はなかったと言われている。天康介。1998年10月、大阪市淀川区の路上で会社員の男性がひき逃げされ死亡した。警察の捜査の結果、現場に散乱していたライトの破片などから元トラック運転手の天康介を犯人と断定して指名手配をした。天は事件の1ヶ月後には日本を出国しており、何度も海外渡航を繰り返しながら逃亡した。当時ひき逃げの時効は5年であったが、国外にいる期間は公訴時効期間の進行が停止すると法律で定められていた。そのため警察は天を逮捕するため2003年10月に時効が成立したと虚偽の情報を発表するが、天は姿を現すことはなく時効が成立した。天は国外に逃亡する前に居酒屋で法律の本を読んでいたという目撃情報もあり、法の抜け道を見つけつつ時効まで逃げ切ったと言われている。ひき逃げ死亡事故の検挙率は 98.9% と高い中、天は指名手配されていたのにもかかわらず時効を迎えた異例な事件とされている。